とほとんどこいとと、アシスタントのくじゃです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の24日、日曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザニアン、あらるー、イエーイ。この猛暑続きで、バラがくったりしちゃってることが、あるありますよね。もうこれだけ暑いと。鉢バラには毎日水をあげてますけども、地植えのバラ、これだけ雨が降ってこないとくったりしてることがあるんです。今日はそんな地植えのバラにも水やりをやっていってあげようと思いますよ。普段は地植えのバラ水やりありませんけども、雨が降らない時なんかはやっております。あとは香りのバラもちょっとだけ咲いておりますので、最後いつものようにそちら香り楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速水やりをしていきましょう。下からプッシューと勢いよく水をかけて、肌にを退散させてますよ。下からかけることにより、肌にを吹っ飛ばして登ってこれなくできますので、いつも水やり時には下からプシューとかけてますよ。はい、この作業は真夏は本当に朝早くじゃないとできないですね。もう夏の暑い日差しの中で葉っぱにかけてしまうと逆に葉っぱが傷んでしまうので、できるだけ早朝こうして水やりをしながらバラの葉裏に勢いよく水をかけてますよ。肌に退散と言いながらかけてやるとちょっと効果が増すかもしれませんね。人は自分でこうして動くことができますので、暑ければ日陰に移動することができますが、バラたちは移動することができません。できるだけこの直射日光の中、涼しく過ごしてあげられるように、なんとかお世話をしていきたいですよね。本当に最近暑い日が続きますので、皆様も熱中症にならないようお気をつけくださいね。はい、ではでは香りのバラカットしていきましょう。こちらクロードもね、綺麗に今度は絞りをつけて咲いてくれておりますよ。いいですね。はい、そしてシャンテロゼミサトも花びらがちょっと少ないですけども咲いてくれましたよ。はい、そしてとっても鮮やかにストロベリーアイスが咲いてくれておりました。ジルドゥブリザックも綺麗です。ラドルチェビータも綺麗に咲きましたよ。カクテルも可愛く咲いてくれておりますよ。ボレロも頑張って咲いてくれております。シーラザード小さく可愛く咲いてくれましたよ。そしてヒューリクソン上の方で頑張って咲いてくれておりましたよ。あ、今日もたくさん咲いてくれたね、クーちゃん。うん、よかったね、トコさん。本当にこの暑い中ありがたいです。もうよく頑張ったねと言いたいですよ。今日はこちらのいかがでしょうか。クロードモネがたくさん咲いてくれておりましたよ。今日はバッチリいい感じに絞りも入っておりますよ。香りはいかがでしょうか。はあ、香りはやっぱり爽やかで甘いです。うん、最高最高ね、くーちゃん。はい、このクロードモネのお隣が小さく可愛くカクテルが一重咲きで咲いてくれておりましたよ。カクテルの香りはいかがでしょうか。あ、うっすらティーのいい香りがします。一重咲きのバラの香りですね。はい、この隣シェアザードも小さく可愛く咲いてくれておりましたよ。
ああ、シェーラザードはやっぱりレモンのようなフルーティーないい香りがしますよ。そしてこのお隣がヒューディクソンですね。頑張って上の方で咲いてくれておりました。ヒューディクソンの香りは、あー、来た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 、ヒューディクソンの香りは本当に甘くて爽やか、いい香りなんです。この子は帰り咲きなんですけども、こうして夏にも頑張ってポツポツ咲いてくれるんですよ。そしてたまにこうして甘くていい香りを楽しませてくれるのであります。そしてこちらですね、はい、こちらはジルドゥブリザー、花びらの枚数が少ないですけども、あー、香りは本当に甘くて爽やかな、そして何か独特な癖になる香りがします。はい、癖になると言ったらこちらの上のシャンテロゼミサトですね。シャンテロゼミサトは、あー、甘くてスパイシー、そうだよね、くーちゃん、甘くてスパイシーなんです、ミサトちゃんは。はい、その上のボレロ、ボレロも頑張って咲いてくれておりました。あー、香りがやっぱり香りのバラ、ボレロでも爽やかで甘い香りが最高です。そしてこちらですね、とても目立ちます、真ん中のこちらは、はい、ラドルチェビータですね。綺麗に映っておりますでしょうか。ラドルチェビータの香りは、あー、この子も本当に独特な、何でしょう、うん、爽やかで甘い香りがしますよ。うん、最高です。もう今日もどの香りのバラも最高だね、くーちゃん。うん、そうだね。ああ、もうこの香りのバラのグローブいかがでしょうか。もうまさに香りのバラの濃札パンチや、濃札パンチや。せっかく綺麗に咲いてくれたから、今日もストロー剣山で遊んでこうか、くーちゃん。うん、いいねいいね。はい、ストロー剣山とはこちらですね。曲がるストローに輪ゴムをはめただけのものです。これを入れておくと花首が短いバラでもとっても飾りやすくなりますよ。はい、今日はこんな感じで完成といたしましょう。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。早朝暑い中から水やり頑張りました。もうこうして最後香りのバラで楽しめると全てが報われた感じになりますよね。ね、くーちゃん。うん、そうだね、とこさん、よかったねではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとねん。また見てねん。どっち向いとんの？こっち、あ、そっち、あっち。こっちのトモ君の方。ああ、そういうことね。そうそう、目線みたいな感じの。そうそう、なるほどね。いろんなアイテムがあるもんだね面白いでしょ、うん、でこれこれまたこのおじさんがクンクンこのバラを香りを楽しんでる様子をYouTube で撮って
みんなに送りつける。なるほどなるほど。すごいね、この一塊でそうなるのは。いいでしょう。上手に持つでしょう。手を、手が。いいでしょう。ローズパンチでしょ、うん、そう。だいぶね、こなれてきた。こなれてきた。うん、そう。なんかやれば人形劇ぐらいできんじゃない？できるよ。これ、お花畑だよ、これ。もう即席ブーケの出来上がりやで、ね。本当だね。うん。素晴らしいでしょ。素晴らしいよ。